はい、皆さんこんにちは。おはようございます。寝起きのカンナです。今日は、まあ、最近ね、まあ、私が仕事のね、まあ、代わりじゃないんですけど、今こんな状態でね、まあ、仕事自体も、まあ、基本的にないです。まあ、ないんですけど、まあ、ないじゃまずいだろうということで、まあ、ちょっとね、神楽ともいろいろ考えて、そのリモート、まあ、今ねリモートワークとか、まあそういうのがね、まあ主流になってますけど、まあ基本的に私も人を呼べないし、まあ自分がね、こう海外とかイベントとかもできないし、なんでどうしようかって言った時に、まあネットを使ってね、何かできないかなっていうのを、まあいろいろ考えてて、とりあえずね、その今、まあズーム使ってる方多いと思うんですけど、まあズームを使ってね、まあ、金幕のね、サロンみたいなことをやろうみたいな会を作って、会のメンバーを、まあ、募ってね、まあそれで有料になるんですけど、1回目やったところ、まあ海外の方がほとんどなんですけど、まあ海外の方がね、みんな参加してくれて、結構ね、初回はそんないなかったんですけど、初回は4人とか5人ぐらいだったんですけど、もうかれこれ4回、5回、5回目ぐらいかな、毎週やってるんですけど、前回なんか前々回とかもう19名とか、まあ、20名近くね、参加していただけるようになって、楽しいなって。まあもちろんね、オンラインなんでね、また実際に会ってやるものとはちょっと違うんですけど、まあいろんなね、意見交換したり、各国のね、情報を聞いたりとか、まあそういった部分としては、まあいいツールなんで、それでね、やらせていただいたんですけども、これだったら、まあ環境を整わせて、レッスンもできるんじゃないかと思ってね、実際やってみたんですよ。で、まあ、ズームだけだとね、結局、ズームはね、その映像がね、記録されるんで、もちろんそれもね、使えるんですけど、他にね、カメラ2台回して、まあ、後でね、その動画を編集して、その、レッスン受けた方に、まあ、差し上げると。まあ、後から復習できるように。まあ、そういう感じでやっています。なので、昨日もやったんですけど、だいぶね、すごくいい感じだよってみんな言ってくれるんで、まあもちろんね、ズームだとね、どうしてもね、そこまで画質も良くないんですけど、まあズームってね、まあちょっとね、荒技なのかもしれないんですけど、まあ自分のアカウント、メインのアカウントと、あとは別アカウントで、カグラのスマホとね、まあ私の自分のスマホと、で3台でカメラを映して、まあいろんな画角からね。で、まあ見やすいところを、まあ参加してくれてる生徒さんが、まあ見るという感じにしてます。プラス2台の別カメラで、まあ動画を撮っているって感じですね。だから5台体制で、まあやってるんですけどね。どうしてもやっぱりリアルではないので、自分がね、こう動き回れないじゃないですか。見てる人が見たいところを動いて見るってことができないので、ね、それをどう補うかっていうのを結構試行錯誤してたんですけど、トータル的に5台あれば、まあいろんな画角で見れるんじゃないかなと思って、まあ今はやってます。それをね、まあ今ね、ズームとかをやって飲み会やったりとか、まあね、お友達とね、話したりとかっていう方が多いと思うんですけど、まあうちのね、そのズーム環境を紹介したいなと思います、今回の動画。ちょっと前置きが長くなったんですけど。じゃあね、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。まずね、肝心要のまあ、パソコンは、今はね、あんまり使ってない MacBook Pro。まあ、今はね、ちょっとディスクトップで Windows 使ってるんで、隣の部屋がね、うちらの住まいなんですけど、まあ、ここはアトリエなんですけどね。アトリエです。まあ、こんな感じでね。で、まあ、基本 MacBook Pro でやってて、で、カメラは内蔵のカメラを使わないで、ロジクールのウェブカメラを使ってます。まあ、あんまり画質良くないんですけど、まあ、しょうがない。まあ、しょうがないなと思って使ってるんですけど。で、マイクは内蔵マイクを使わないで、まあ、ゲーム配信用にね、買った、マランツの、ちょっと反対なんですけど、よいしょ、抜いて。このマランツの MPM1000U っていうね、まあ、こういうコンデンサーマイクを使ってます。やっぱ音声もね、やっぱり聞き取りやすくしないといけないんで、まあある程度ね、やっぱり音質がいい方がいいと思ってこれを使ってます。まあ USB でね、つなげるだけなんで、まあとても簡単です。まあこんな感じでね。で、まあ実際ね、こう、
話してる時ってのはだいたいこのぐらいのポジションにいるんで、まあマイクの距離が届くんですけど、マイクアームでくっつけて、まあ実際に縛る時なんかはビヨッて伸ばして、まあできるだけね、まあ縛る時ってこの辺になるんで、まあそうするとね、元の位置だとちょっとマイクが遠くなっちゃうんで、ちょっと音声が聞き取れづらいかなと思うので、まあ縛る時はビヨッて伸ばして、できるだけね、まあ近くにマイクが来るようにしてます。まああと光ですね。光は上にリングライト、もう一個 LED ライトを、まあ、天井に向けてバウンスさせて明るくしてます。そこそこね、綺麗に映ると思うんですよ。今実際にちょっと新規ミーティングを立ち上げてみて、まあこんな感じですね。まあこんな感じで、まあ実際ね、ちょっとちっちゃくなっちゃって見づらいと思うんですけど、まあこうやって映し込んでます。まあそこそこ画質もね、悪くはないと思うので、ずっと配信はしてます。ちょっと止めておきましょうか。で、これの1台と、あとスマホを、まあ今、神楽さんのスマホ台、ここに1個あって、で、もう一つ自分用がこっちに、まあ今、縮めてるんですけど、まあこの二つにスマホを接続して、まあ3カメラでね、配信自体をやってます。で次で、パソコンの下にね、大きなモニターがあるんですけど、これ今私の手です。こんな感じね、これがこのモニターに接続してるのは、このミラーレス一眼 α6500 をつないで、これで別に動画を撮ってます。まあ後でね、あのレッスンを受けた人にあげる用の動画ですね。十分なあの画角があるんで、今ちょっと白飛びしてるような感じになっちゃったんですけど、まあ十分ね、まあ綺麗にやっぱり映るんで、まあこれがね、すごく便利です。で、あとは今持ってるこのオズモポケット。オズモポケットがもう一台、自分のね、胸元にくっつけて、まあ手元がね、こうやって撮れるように、縛ってる手元を、まあ、映してます。まあ、すごいね、難しいんですけどね、こうやって自分が動いちゃうんで、まあ、結構難しいんですけど、まあ、補助的な感じでね、まあ、近い位置で、その縛りを見えるように、こう、胸のとこにくっつけて、やってます。まあ、こんな感じですね。まあ、いろいろ試行錯誤してて、この、今の形になりました。まあ、結構ね、まあ、最初はね、あのどうやろうかなと思って。まあ、とりあえずね、今、うちにある機材を使って、いろいろやってった結果、こうなりました。だから、今回ね、あんまり買い揃えてないです、何も。本当はね、ウェブカメラも新しいのが欲しいんですけど、まあね、そんな余裕もないし、今ある機材でね、やっていこうということで、まあ、この形になったんですけど、まあ、十分ね、やれてるんで、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでした。まあいろんなね、ズームなんてね、まあ基本的にもうスマホがあれば誰でもできますから、まあ私の場合どうしてもレッスンとなるといろんな画角、まああとは品質っていうものが結構追求されちゃうんですけどね。まあスマホでも気軽にできるものですから、このね、この騒動が、まあ、早く終わることを願いつつも、まあ、新しいスタイルでね、やる方法ではないのかなとは思います。まあ、特に私なんてやっぱり海外の生徒さんが多いので、その場所に行けるのも年間に1回、まあ、多くて2回しか行けませんので、そうやって考えると、こういうね、インターネットを使って、まあ、リモートでね、そのお家にいながら、そのレッスンを受けることができるっていうのが、まあ最大のメリットだと思うんです。これはね、まあこの騒動が終わったとしても続けていこうとは思っています。実際ね、まあ私は今浜松っていう静岡県にいますから、なかなかね、こう参加したいけどできないっていう方も、日本人の方もいらっしゃいますから、まあそういった方向けにもね、何かこうやっていけたらいいなと今後は思っています。まあですのでね、まあ、腐っててもしょうがないです。まあ、とにかく今はね、なるべく外に出ないようにして、まあ、少しでもね、何かができるんじゃないかっていろんな考えた結果、こうなりました。まあ、良くはないんですけど、その自分の新しい仕事のスタイルっていう
ところを見つけたっていう意味では、まあとてもいい機会だったんじゃないかなと思います。早く収束を願いつつも、まあ、腐らずにね、まあ、できるだけ今自分ができること、そして一人一人がそうやって思うことでね、早く収束すると思うので、皆さんね、なるべく外に出ないようにして、人とね触れることをしないようにして、早くねこの状況を打破して、また元の生活に戻れるよう皆さんでね頑張っていきましょう。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタンを押していただければとても嬉しいです。チャンネル登録もいっぱいしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それじゃあね、皆さんお家で頑張りましょう。それじゃあね、バイバイ。